活断層の中でも危険度ランク S の、まあ、地震が大阪の真下に通ってると、はい、梅田で一番最強と言われてる、はい、耐震、免震、制震、全部完璧に作られてる。ナイスだね。はい、皆さんこんにちは、隊長です。ちょっと今回はね、はい、大阪駅、まあ梅田に来ましたと、はい、でなんで来たかというと、はいはい、大阪で最も危険な、地震って何、はい、クイズ。はい、ブブー。上町断層帯っていうね、活断層の中でも危険度ランク S の、まあ、地震が大阪の真下に通ってると、はい、これの被害額っていうのはかなり出てて、はい、あの阪神淡路大震災を超える被害が出るんじゃないかと言われてると。はい、じゃあね、こんな時に巨大地震、南海トラフも大阪来るよね、はい、はい、皆さんも梅田、大阪来ないですか？行くよね。全然行きますね。その時に南海トラフとか内陸型の首都直下みたいなね、はい、内陸型の活断層、上町断層帯による活断層の地震が発生した場合、はい、どこに逃げたらいい？はい、それをね、今回ちょっと皆さんにご紹介していこうかな。はい、わかる？じゃあ、いや、どこでピンとこないです、ね、ピンとこないやろ、はい、もうこんだけ上田来てるビルだらけで落下物もかなりあると、はいはい、で地下に潜ったらいい、どこに行ったらいい、小学校ってよく言うやんか、ね、梅田とか小学校近くある？いや、ないっすね。ないよな。じゃあどうすんのっていうところをちょっと今回紹介していきます。わかりました。はい、はい、じゃあ早速ね、梅田で一番最強と言われてる防災のビルに向かおうか。はい、はいはい、どっかわかる？ビルとか分からない。そうやろ、もうこのビルさえ覚えとったら、はい、あの大丈夫。もし大阪市津波が到着すると、はい、津波警報は発令された、はい、どうしたらいい、どこに行く。はい、着きました、ここです。はい、もうここです。そう、グランフロント。もうこれはちょっと今回グランフロントのテーマやけど、はい、マジで一番安全安心って言われてる防災のマンションやから、はいはい、まあちょっとここは行ってみようか。マンションというかビルね。ちなみに今ここ歩いてきた、はい、ここ広域避難場所です。梅田ってな、はい、都市災害がめちゃくちゃ懸念されるから、はい、梅田のこういう梅北エリアとかって、はい、まあ中之島エリアとか、まあ、いろんなエリアあるんだけど、はい、基本的に災害の防災公園として作られてると。まあこういう広場っていうのは基本的な広域な避難場所に選定されてるから、それを覚えとった。広域避難場所って何っていうと、大規模な火災とかが発生した時の一時集結場所、命を守る場所ね。じゃあこれが津波ってなるとどこにするのっていうと、こういうグランフロントの津波指定避難ビルに逃げるっていうことね。じゃあそれをちょっと紹介いこうか。はい、なぜグランフロントが最近なんですか？耐震、免震、制震、全部完璧に作られてる。これ見て、まあ、グランフロントここやねん、はい、この梅北エリアのこの緑色あるやろ、はい、これ緑色、これ全部広域避難場所。だから基本的に、大規模な何かが起こった時はここにまずあの逃げたらいいんだよみたいなところが確保されている。で、グランフロントがすごいなと思うところで言うと、はい、この屋外、大規模災害だったら、このこういうオフィスビルとかって、はい、消防士来るまでにみんなが消防士にならなかったけど、大体こういう屋外消火栓って言ってみんなが使うもの、あとは自衛消防隊員っていう、はい、自衛消防組織っていう人たちが選定されて作られたりする。これを使われたりする。だからこういうのもある。じゃあどこに避難したらいいのかっていうところで言うと、はい、はい、このシールがあると。へ、はい、これが津波避難、津波の指定された避難ビル。なるほどなるほど。だからこういうのがあるから、まずここに安全だよね。なるほど。けどここ皆さん分かる？いや分からない。分からないやろ。めちゃめちゃちっちゃいです。これがあの大阪市のナンセンスなところやなって思う、はいはい、こんな一番端っこに置いたところで分かるはずないよね。分かんないですね。そうそうそう、ましてやパニックになってる時に。そう、ね、みんなだからこういうオフィスビルとか入ってると外へ逃げたがんねんけど、このグランフロントとかって安全とか安心を作られて、考えられて作られてるからね。へえ、うん、覚えといて。ありがとうございます。じゃあ中入っていこう。はい、はい、じゃあね、あとこういう共有部分、ほら見て、あ、非常電話、これで上階の人たちの情報を得てやり取りしたりする。非常時電話繋がれへんって言ってるよ、こういうのもあるから、あの連携がスムーズにいく。で、ここには実は見て、
このマーク。このマークもね、なかなか気づきづらいけど、これは一人で消火できるよっていう機材が入ってるから、なんか知らなくてもできる。ってことは、もしここで何かあっても、ね、火事がどこで起こるか分からへん。だって見て、うん、すごい見て、ここ。とんでもない飲食店の数がありますね。飲食店の数一つが火災発生しに、煙で何十人、何百人、犠牲になるかもしれない。はい、だからこういうので消火できるよっていうところで安全を確保されてる。これほとんどの人知らんけど、非常用エレベーターっていうやつ、はいはいはい、これ何かっていうと、はい、まあ電気するだけがスパーンってあれ止まれば、はい、巨大地震が発生した、はいはい、けど非常用エレベーターっていうのは電気の切り替えスイッチでエレベーターを動かすことができる。これ実は大阪市はちょっと発表してるか分からないけど、はい、東京消防庁と東京都は連携取って、はいはい、大規模災害発生した時に非常用エレベーターを使っていいよ、足不自由な人はってなってる。だから大阪市が推奨してるかどうか分からへんけど、うん、ほんまに足不自由な人っていっぱいおるやんか、はいはいはい、ね、はい、巨大地震が発生した、はい、そんな時にこういう非常用エレベーターを使って救助する、もしかしたら下ろす、はい、こういうのは非常用エレベーターを使うにも、はい、二次キーっていう鍵が必要で、はい、それは消防隊持ってんねん、はい、けどここの、特定のスタッフも、うんうん、防災センターとかにね、うん、あるからこういう距離、うんうんうん、防災センターでちょっと今こういう状況で鍵をくださいと言ってこれを使わせてもらうっていうのも一つの手として、助かる命を助けるっていう方法の選択肢の一つとして覚えておいた方がいいかなと。覚えておいて、あんまり遠慮せずに。そうそうそう、どんどん行きたら OK です。はい、パール普段はみんな使えないから、緊急事態けど、はい、消防士も来へん時に、はい、消防士が持ってる鍵を待たなあかんのかって言うと無理やん、はいはい、だから防災センターの主任にお願いして、うん、僕やったらやるから。内緒やで、はい、実は、はい、これ扉にこういうのあるでしょ、はいはい、これって実際あの非常時これをあのカバー外したら、はい、これをくぐり抜けることができる。へえ、これがこういう時に使うのかと、はい、上向け、はい、シャッター閉まる。火災が発生したらシャッター閉まって、自動で閉まって、そう、自動で感知器って言ってね、はい、天井にそういうのがあるから、はい、でそれであの火災が発生 しないようにして、はい、ここにくぐり抜けるような感じ。どう？いや、意外とこう、うん、今まで当たり前のように見てきたけど、うん、まあ、こういう役にあったんやっていうのが、いろいろ分かりました、ね、で、あのよくあの都心部で歩いてたらオフィス街とかね、はいはい、中に逃げたらいいの、外におったらいいのとかいう話になるやん、はいはいはい、そんなもうケースバイケースでしか言いようがなくて、例えばさ、この天井で見て、はい、何が落ちてる、うん、ガラス、うん、ガラスもあるし、うん、石、うん、石も全然落ちてる、うん、落ちてくるものも全然違うやろ。そうです、うん、ちなみに、うん、あのこういう施設って、うん、大抵ペット禁止じゃないですか。うん、そうやね。避難するときは、うん、どうなんですか。避難するときもこん中は無理やで。あ、ダメなんですか。うん、まあけどダメ出せみたいなのはないと思うけど、はい、長期化する場合は、はい、こういった広域避難所に、うんうんうん、外で待っとってもらうしかないんちゃう。うーん、あの窓ガラスが落ちてくるか、そう、落ちてくる可能性あるよね、はいはいはい、じゃあ中に避難した方がいいよね、はい、地下に避難した方がいいのかっていうとそうじゃないよね。うん、地下やったら浸水する可能性もあるし、うん、水盤があるという家ね、はいはい、あと大阪市で、防災倉庫っていうのを完備されてるのか。防災倉庫、そう、はい、そこには非常食があったりとか、はい、発電機があったりとか、破壊器具、はい、救助機材があったりとか、はい、まあ、こういったものが用意されてるから、はいはいはい、まあ、この辺でもその防災倉庫っていうのはあったら、活用するのがいいんちゃうかな。けどその防災倉庫を開けるには、うん、その鍵が必要で、まあ、その担当者が定められてて、はい、その人が開ける。あ、そうなんですね、うん、備蓄品とかも、そこに入ってたりするんですか。備蓄品は入ってる。入ってるんですね、うん、入ってる、入ってる、一定量入ってるから。あ、そうなんですね。けど知れてるで、あ、結局は、まあ、基本はもう自分で、そう、自分で備えるっていうことが大切。あ、まあ、だから梅田に来た時はこういうグランフロントとか、はい、うん、商業ビル、はい、商業施設っていうのは、はい、まあいろんなとこあるやんか、はいはい、基本的に安全だよあれは。なんか頑丈な建物とか、はい、津波指定避難ビルに該当してるものとか、はい、なんかあのシールがないとそこに行っちゃダメなのかっていうと、はい、そうじゃない。あのシールがあると安全を確保されてる、はい、一応確保っていうか、まあここは津波の浸水で多くの命を奪われないだろうっていう、
建物的にも、うん、地理的にも、うん、だからどうなんだろうなとは思うね。まあ万が一、うん、このグランフロントがいっぱいいっぱいに入れませんみたいになったら、うん、で周りのビルに、そう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 、インターコンチネンタル行ってもいいし、うん、国生命ビル行ってもいいし、うん、まあいろんなビル行ったり、なるほど、うん、大阪市の南海トラフの浸水予想メートル、はいはい、何倍やった、波どれぐらい来る、まあ 1,2 メートルぐらいって言われてる。あ、はい、でその 1,2 メートルでも命を奪われる可能性はあるけど、はい、みんな2時間後とかやから、はい、波が来るの、はい、そんなパニックにならずに自分の命をまず安全確保を取る、津波警報が出た時に上階に避難する、っていうことが大切かな。なるほど、はい、じゃあまあこの周辺でもし地震が起きた時は、うん、まあ、とにかくグランフロントに行けば一番、そうやね、この発信でグランフロントに集まっちゃう可能性もあるけど、まあ、一番伝えたいのはグランフロントとかいろんなあの商業ビル、オフィス、はい、オフィスビル、はい、マンション、ホテル、はい、もう全部一緒です。うん、全部一緒ぐらい安全確保されてるから、うん、まあ、その選択肢の一つとして、うん、梅田とかやったらグランフロント直結してるから、うん、まあ、グランフロントだよねって言ってるだけで、うんうん、まあ、みんなにとって近くに、そういう場所があれば、あ、こういうところで、うん、なんかこういうのができるんだみたいな、こんな設備がついてるんだみたいな参考にしてもらえたらなと、うん、はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、今回の動画は以上になります。よかったと思う方はいいねやコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。助かる命を助けるために。隊長、おい、レスキューハウスの就労継続支援について教えてください。いいよ、何について知りたい？どういった方が対象なんですか？対象となる人は障害や病を抱えている方で、生きづらさや働きづらさを感じている人やで。それって家から出れない人でも行けるんですか？今はね、在宅ワークって言って自分のお家でできる作業っていうのがあるから、それでも OK。 対象者って大阪に住まわれてる方限定ですか？うん、うん、大阪の方だけじゃないよ、関西と関東でも募集してます。興味ある人ってどうすればいいですか？興味ある方は会社のメールにまずはご連絡ください。その後僕とオンラインズームするからよろしく。